中の稽古もワンダホイだったねなあ特にネネのカナリアが初登場するシーンはとても良かったな臆病な性格が表現された繊細な演技だったううん私もそう思った演出家さんもいつもムスーってしてるのに悪くないって言ってくれたしいつも夜中まで練習していた甲斐があったね <laughs> やはり歌のことが気になっているのかい演技が悪くないって言われた時は嬉しかったんだ私のお芝居はまだまだでこれからもやらなきゃいけないことはたくさんあると思ってるけどみんなにも協力してもらったりして今日までいろんな方法でたくさん練習してきたし 少しはその成果があったって思えた。思えたけど、歌がダメだって言われたことが、それ以上にショックで。ねえねそうだよね。ねねちゃんはすごく歌上手だし、今までのショーでもとっても大事にしてたもんね。 うん。多分私、自分で思ってたより、歌に自信があったんだと思う。だから、正直、演技より歌の方を指摘されるなんて、思ってもみなくて。もちろん、歌を練習してなかったわけじゃないよ。演技の特訓ほどしっかりやってたかって言われると、ちょっと微妙だけど。 それでも、今回の舞台に向けて、いつも以上に練習してた。それなのに、ダメ、なんて。この前からずっと焦ってた。少しブランクはあるけど、同い年くらいの人に比べると、ステージ経験がある。 それなのに後から舞台に立った司はどんどん伸びていって気づいた時にはもうすぐ近くに来てたでもそれでも私は歌に自信があったからとにかく 私たちのライバルとしては認めてあげないこともないわ次もいい賞を作ることね歌だけは清流院さんも認めてくれて、私の得意なもので、私の武器なんだって。演技はまだまだでも、二手なら、二人に負けないくらいの役者でいられるって、どこかで、そう思ってた。でも、 このままじゃダメだ。このままじゃ、カナリアになれない。それに、私の、夢にも。ねね大丈夫かいこのまま中途半端にしたくない。<っ>私にとって歌は、エムの言ってた通り、 すごく大事なもので、唯一自信がある、ただ一つの武器なの。だから、だから、本番までになんとかしなきゃ、なんとかして、カナリアの歌声を、手に入れなきゃ。ねね<だ>私の演技力は、役者として、 本当に平凡だ。それが分かってるから、少しでも近づけるようにってやってきたし、これからも頑張らなきゃって思ってる。でも、でも、歌だけは、歌だけは、負けたくない。だから、 やれることは、全部やらなくちゃ。ごめん、みんな。んどこ行くの、ネ、ね、ネちゃんあ、あの、休憩中にすみません、演出家さん。さっき指摘されたことの詳しい話を聞きたくて、私の歌が浮いてるっていうのは、 どういうことなんでしょうかどうやら火がついたようだねなあそのようだなしかし歌について指摘をもらえたのはありがたいな僕は歌唱についてはあまり技術的なアドバイスはできないからね 確かに、俺たちは歌のことについては、ネネに教わることが多かったしな。ネネちゃんが、私たちの中で一番上手だもんね。うん。けれど、フェニックスステージは、演技だけではなく、歌唱の指導にも力を入れている。きっと、僕たちでやっているだけではわからない、専門的な部分を教えてもらえるだろう。普段と違うメンバーでやると、 こういった学びがあっていいね<あ>今回の公演がネネ、ね、の大きな成長につながるといいなうんネネ、ね、ちゃんこの公演のために演技も一生懸命練習してたもんねだからきっと本番までには歌もすっごくすっごくすっごく ごーく上手になってスペシャルネネちゃんになってるよねそうだな俺たちに助言できることは少ないかもしれんができることは協力しようそして臆病なカナリアがさらに美しい歌声を響かせるその時を楽しみにしようではないか 休憩時間いっぱい、演出家さんと話ができてよかった。でも。<noise> 劇の全体像を ハあ、<laughs> それって私の歌がこの劇を壊すかもしれないってことですか 今までそんなの考えたことなかった今の歌い方が一番私に合っていると思ってたからでもそれでも私の歌い方が劇を壊しちゃうなら。 啊。<laughs>